同性婚の導入を検討していないので、憲法に適合するか否かの議論、検討そのものを行っていないと、9月20日の、記者会見でおっしゃったことと同じかと思いますが、ただですね、今前提としてこの同性婚の導入は、検討する必要があると、政務官、副大臣、大臣と3人が口を揃えて言ってくださったんですね。検討する必要があるんですよ。だったら同性婚の導入を検討していただきたいし、したがって憲法に適合するか否かの検討もしていただきたいんですけど、やっていただけますか。はい、大臣。先ほど私がご答弁したのは、日本の家族の在り方、家族間、そして家庭間の根本に関わる重要な問題でありますので、慎重に検討を要するというふうにお答えをさせていただきました。で、そういう観点から現時点においては同性婚の導入を検討しておりませんので、具体的な制度導入を前提として、それが憲法に適合するか否かの検討も行っていませんので、先ほど冒頭ご質問になりました憲法改正が必要かどうかという点についても検討も行っておりませんので、お答えするのはなかなか困難であるということであります。委員長、はい、山本さん、質問に答えていないのでもう一回だけ言います。検討してないので、憲法適合性も検討してないというのが現時点の状態だという答弁は分かってます。ただ同性婚の導入については、これまで の大臣の答弁でもありましたし、今皆さんに聞いていただいた、もう政務三役が全員ですね、慎重なとついてましたよ。確かにそれは私だって積極かつ丁寧、それを慎重で言えば慎重でもいいんですけど、これも政治の枕言葉ですね。慎重っていうとちょっと消極みたいな、積極っていうともう積極みたいな。でもそれもうあんまそういうのはいいので、私は丁寧な議論は必要だと思います。だけど検討やっぱ要するんですよ。皆さんは読んだのかもしれないけれども、でもやっぱり議論はした方がいいと思ってると思うんですね。で、検討を要するんだったら今検討してないので検討してもらえませんかと。で、したがってそれを検討するということは大臣自身のロジックでもあり、私もそう思いますけど、いや、じゃあ民法で同性婚導入検討していきましょうと。じゃあそれと並行して、ただこれは憲法の枠を超えるのか超えないのかも合わせて検討しなきゃダメですよね。それも検討してほしいと。で、やっていただけますかという問いです。やるべきだと思いますし、やっていただきたいんですけど、やっていただけますか。はい、大臣。先ほど申し上げました通り、慎重な検討を要する大変重要な、日本の家族の在り方、社会の在り方、家族間、家庭間に関わる大変重要な、事柄でありますので、慎重な検討を要すると、とにかく慎重な検討を要するということであります。委員長。はい、山本さん。慎重に検討するということと検討先送りするということは違うんですね。検討を要するっておっしゃったので、いつから検討を始めていただけるか教えてください。委員長。はい、大臣。慎重に検討を要するということであります。委員長。はい、山本さん、もう一回だけ聞きます。いつから検討を始めるのか教えてください。大臣。もう一度お答えをさせていただきます。慎重に検討を要すると、そういう課題であるというふうに受け止めております。